はいどうもこんにちはこみらいチャンネルの俊介です。今回はですね、今までも製本テキストってのやってたんだけど、新しくね、もう一冊、生物基礎の部分ができたので、それを紹介していこうと思います。これが今までのやつですね。これがまあ倫理のやつと、これめちゃくちゃね、いい感じのおしゃれなやつなんですけれども、これがね、新しくできたやつです。生物基礎、でれーん。めちゃくちゃよくないめちゃくちゃいいなと思って。で、これでばーってこう、なってるわけですよ。これ漫画の像もあって。 みたいな感じで、新しく製本テキストができましたということでですね。まあ、これで改めて、じゃあ、製本テキストについて。 お話ししてていきましょうっていうっ感じですねそもそも我々はテキストを無料で全部公開しています印刷テキストの部分がホームページにバッて載ってるとそれとじゃあ製本テキスト何が違うんだいってことになると思いますがまずね前提として授業部分の中身は同じですだからこの印刷テキストでも全部ね俺らの授業を勉強することはできますよとただですねこの印刷テキストにはまあまあいくつかちょっとデメリットがあって何かっていうとまあズタボロになるっていうところなんですねただ単にコピー用紙に印刷しただけだからもう普通に 使ってるるとズタボロになるんですよねこれホッチキスのところとかもほつれてきて表紙とか吹き飛ぶみたいなことになりがちなんでそれが良くないなと自分がガチで1年間とか使うテキストなんでズタボロになっちゃうとあんま良くないじゃないですかということで安心して使えるようにね製本テキストを作ったよみたいな感じですこれもううわーっつって作ったよピカーみたいなキラキラキラみたいなねこういう <laughs> まあ僕にはもうほんとこのテキストはもうめちゃくちゃ思い入れが強すぎてこんな感じに見えてるんですけどさあ製本テキストのメリットをね順番に説明していきましょうと まず一つ目、丈夫であることです。これはまあ、ズタボロを解消するためのやつとしてで、ね。まあ、こう、めっちゃ硬いですよ。結構いい紙使ったんですよ。もう一番硬いやつ。 一番硬いやつ使いましたとい,うというわけでこれねズタボロにはまあならないだろうというふうに思いますそして2つ目紙質がとてもいいですこのテキスト何に最もこだわったかというとねここの中の紙質なんだよこの中の紙質もめちゃくちゃ分厚くなってます普通のやつよりこれによってたとえガシガシ描いたりチェックペンとか使ったりしても裏写りしませんこの裏写りって結構そこそこ嫌な問題じゃないですか、まあ、それが解消されるという点でもこ,れこの紙質にはまあ金かけてでもこだわりましたよっていう感じです実際に書いて試していきましょう こうやってボールペンで結構がっつり描きましたと。で、裏どうなってるかって言ったらもうほぼ何もわからないですね。何もわからない、いい感じですと。で、次、こいつチェックペンですね。チェックペンなんか結構映りますよ。果たしてどうかと。で、こういう感じに塗りましたってなったら裏側を見てみますと、これはマジで全然映ってないですね。全然映ってない。これ、通常のノートだとどうなるか比較してみます。 こうやって描いてみるとこんな感じになりますよっていうこれもうめちゃくちゃ写ってますねちょっと比べてみましょうかこうですこういう感じですここら辺とかまあめちゃくちゃよく見れば写ってるの分かると思います緑の方もやっぱ改めて見ると違いがすごくてこの辺のこの辺がまあバーって塗られてるわけですよこの辺とかバーって塗られてるそれに比べたらやっぱり普通のやつとね比べたら全然 映ってないのがわかりますやっぱこれね紙がね分厚くていい紙なんですよねめちゃくちゃ硬いとこれもう金かけてよかったなっていう感じですそして最後これね素敵デザインですよ素敵デザインこれめっちゃ良くないですかこれめっちゃ良くないもう全然なんか勉強する感じじゃないじゃん 参考書っぽくないじゃないですか、ここにすごいこだわったんですよ、もうマジでインテリアとしても成立するんじゃないかみたいな、これ、すごいいい思い出になると思いませんこれで一生懸命勉強してさ、うわ、大学受験受かったぞっつってね、そしたらこれ、宝物になりますよ、もう1年経っても2年経っても、ああ、これで勉強したなみたいな。 素敵な何年で何年でじゃねえや何日でなんか9割取れる生物基礎みたいなダサいやつじゃないんですよここちょっとこだわりましたとこれもあのちゃんとねあの東京芸大に通ってるガチデザイナーの方にお願いして書いてもらったんでちょっとこれよかったらねフォローしといてくださいこれツイッターなんですけど七井さんっていう方なんですけどねこれ素晴らしいですねとで次今回生物基礎独自のねいいところっていうのもあるんですよ1つ目がこれ B5 であるということです今までのやつはね A4 なんですよ 今までの倫理のやつは A4 なんだけどこれ今回ねこの B5 ノートと同じサイズ B5 版で作ってありますこれなんでかっていうと B5 の方が使いやすいだろうなって思ったからですねなんか A4 でもともと作ってるから だって、印刷するときは普通 A4 じゃん。家庭用のコピー機とかでやるんだったらだいたい A4 だから、僕はテキスト A4 で作ってるんですけど、こうやって製本版で手元にあるんだったら B5 の方が絶対いいだろうなって思ってたんですよ。だから、むちゃくちゃめんどくさかったけど、B5 版にわざわざもう改変したんですよ。これ超大変だったんだけど、わざわざ頑張って B5 にしましたということで、これは製本テキストならではのメリットかなというふうに思います。そしてまあ、まあ、もう一個ぐらいなんかおまけがあってもいいかなと思ったので、資料動画ということでね。 なんかあの僕が YouTube 上とかで面白いなっなと思った動画とかを再生リストにぐわーって50個ぐらい入れたやつの QR コードをまあここら辺になんかつけといております。まあまあまあなんか特別感あった方がいいかなみたいなまあ、そういう感じですね。資料集見て眺めるように勉強すると頭入るよみたいに言うじゃないですか。ななんかかででも本でやるる必要あるかみたいな こんな YouTube とかでいろいろ面白い動画あるんだから YouTube で見ろよって俺は思うんですよ。動画で見たかどう考えてもいいんで。だからこれをね、勉強の足しにしていただければいいんじゃないかと思います。では、まあ、ここには書いてないですけど、単純になんか <laughs>、印刷テキストだと若干なんかムカつくなっていうポイントがありまして、それ何かっていうと、あの、印刷テキスト無料って言っても、みんなお金払わなきゃいけないのよ。コピーをコンビニでするにしても、家庭でやるにしても、だいたい1000円くらいかかかるんですよ。別に印刷しようと思ったら。その1000円何と思って俺。<laughs> どこに落ちてんのそのそいみたいなコンビニとかあのインク売ってる会社とか紙売ってる会社とかにお金落ちてるわけじゃないですかなんかそれちょっとなんか若干腹立つなみたいに思って <laughs> なんかどこが儲けてんねみたいな製本テキスト買ってくれたら僕らにお金入るんでねなんか <laughs>。 <laughs> その方が嬉しいなっていうのは多いにありますと。で、まあ、最後買い方ですね。まあ、買い方はとりあえず概要欄のホームページに飛んでもらってホームページに行くと、まあ、なんかテキストの買い方みたいなところがあるんでそこからなんかブースへ移動みたいなボタンがあるから移動しますと。でそしたら商品選ぶとかピクシブ ID 作ってログインしてとかなんとかにちょっと関門があるんですよ。こ、まあ、この ID の Pixiv ID ととがちょっとだるいんだけど <laughs> ちょっとここ突破してもらって、まあ、言うほどめんどくないからちょっとバーって登録して突破してもらってで商品購入みたいなで商品購入はまあなんか住所とかなんとかバーとかやってでそしたらまあコンビニへゴーすればいいわけですね実際に注文しますでそれ注文した段階ではお金払えてないのでコンビニで払わなきゃいけないんですよそれか両親に頼んでクレジットカードで払ってもらうかどっちかになります、まあ、詳しいやり方はホームページに書いてあるしまあね分かると思うんで一回ブースに飛べば ちょっとまあその辺頑張って突破してくださいっていう感じですね。正直ね、このテキストを作るために本当に頑張ったんですよ。マジで。僕はこの内容、この内容の文字を書くのはもう2週間ぐらいで終わってるんですよ。2週間ぐらいの鬼の頑張りでやって、で、そっからもう絵とかを人に書いてもらって、実際になんか見やすいように整地して、練習問題作って、表紙書いてもらって、で、印刷会社に発注してとか、こうやってやって、実際にテキストの形になるまでもう3ヶ月ぐらいか,かってるんですよ。 文字は2週間で終わってんだよよもうほんと大変だだったんですよだからねこれすごい愛着湧くなと思ってさ、まあ、これをねこのねもうなんかこのほんと素敵なね素敵なこのテキストの感じをね、まあ、みんなにもね分かってもらいたいということで是非買ってくれたら嬉しいなって思いますというわけでね最後まで聴いてくれてありがとうございます。